誰かの傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め連合地球歴192年、人類は滅亡の危機に瀕していた。人類の惑星進出の夢を託して作られたオービタルリングが謎の宇宙生命体ラダムによって占拠されてしまったのである。地上に封じ込められた人類にオービタルリングからの攻撃を防ぐ方法はなかった。大地はえぐられ、都市は崩壊し、地球は徐々に荒廃していったのである。ということだ。まったく17回だぞ、17回。それもここ1週間でだ。奴らはレーザーのエネルギーチャージが済み次第攻撃を再開してくる。幸い軍の使用施設は全て地下にあるからいいようなものの、民間人への被害は甚大なものがある。その責任追及の声は全て軍に来るのだぞ。しかし閣下、ラダムの降下作戦はテッカマンブレードの活躍によってほとんど行われておりません。だからこそ奴らはレーザー攻撃に切り替えたのだ。このままレーザー攻撃が続いてみろ、我々には打つ手が全くなくなるわ。ならばスペースナイツに要請してレーザー砲の破壊を。くそ、軍の手に鉄火マンさえあれば。フリーマンめ。よかろう、スペースナイツに要請しよう。はあ。ただし土産付きでな。これが今噂のスペースナイトね。ほら、何者だ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。立ち入り禁止？そんな標識どこにもないじゃねえか。いかんもんはいかん。ったく、家庭兄ちゃんだな。ケチケチすんなって。おい、こら、お前。あ、thank you.
おい、ディボイ、フィールドのコントロール系統は行かれてないか。ああ、けど本当に大丈夫なのか。バカ野郎、誰が作ったと思ってんだい。少しはてめえの周りの連中を信じてみなって。ああよし、次のシーケンスのチェックだ。ねえねえレビン、何やってんの。ああ、これペガスの回転運動プログラムのバージョンアップ、つまりスピードアップね。この前の戦闘の時、ペガスの方がラダム銃より運動性がわずかに劣ってるってディーボーイが言うの。なんかそれって悔しいじゃない。ほう、誰あなた。興奮しない興奮しない、せっかくの可愛い顔が台無しだよ。あら、可愛いだなんて。あら、可愛いだなんて。はどうした、ミリ、レビー。ああ、おやさん、この人が。なんだなんだお前は。ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ。こら、聞いとんのか。本田さん。おい、手荒なことはよしてくれ。だったら人の話はちゃんと。作戦指令、作戦指令、スペースナイス要員は直ちに中央ルームに集合。おっとっと、待って。さあ、てあんちゃん、ゆっくり話を聞こうじゃねえが。へいへい。オービタルリングと連動するレーザー衛星群の無力化、これは現時点における最優先項目であると、連合防衛軍より我々に対し作戦の要請が来た。やれやれ、また軍の下請けってわけか。うん、ったく、めんどくさいことは全部こっちに押し付けてきやがる。でもこのところのレーザー攻撃で多くの人命が失われていることも確かだわ。要するに誰かがやるっきゃないわけね。そういうことだ。でもチーフ、レーザーの無力化といってもその数は10や20じゃありません。我々だけの手で一体どうやって。確かに一つ一つのレーザーを潰していたのでは何ヶ月もかかるだろう。それに潰しきるまでに地球はボロボロになってしまう。そこでだ。